電子フロンティア財団はアメリカに本拠地を九9 9 0年7月6日の創設された法律面での主張を行う非営利組織であり、その活動は自由な言論の権利を今日のデジタル社会の文脈の下で守っていくことに捧げられている。その目的は報道陣や政策策定者や一般大衆をテクノロジーが関わってくるような政府からの自由の権利について 啓蒙することと、そうした自由を保護することにある。F は、カリフォルニア州サンフランシスコに本部を置き、トロント、オンタリオ、ロンドンにスタッフを常駐させている。F は、下記に挙げるようないくつかの手段を通じて行動する。あらゆる政府のネット検閲に反対し言論の自由を守らんとする、ブルーリボン運動を展開。ミッチケーパー、F 創立者電子フロンティア財団は、 ミッチ・ケーパー、ジョン・ペリー・バーロー、ジョン・ギルモ・アラによって1990年7月6日に創設された。創立者たちはウェルを通じてやっていた。財団の創立の同期は1990年初頭に起きたスティーブ・ジャクソン・ゲームズへのシークレットサービスの大規模な捜査と応酬であった。その頃、同様の、しかし公式には関連のない司法組織による捜査が、 サンデビル作戦の一環として合衆国の至るところで行われていた。しかし、スティーブ・ジャクソン・ゲームズの場合は、それは F が自分の旗色を鮮明にする最初の事件になったのだが、F がコンピュータやインターネットに関わる市民的自由を促進し始めた時の最初の結集点となった。F の関わった次の大きな事件は、シンディコーンが担当した合衆国を相手取って、 ダニエル・バーンスタインが起こした暗号規制訴訟だった。プログラマーで教授のダニエル・バーンスタインは彼の暗号ソフトであるサンフルとその詳細を解説した論文を公表する許可を求めて政府を訴えたのだった。この組織は最初はマサチューセッツ州ケンブリッジにあるミッチ・ケーパーのケーパー・エンタープライゼス・インクに置かれていた。1993年の秋に F の 主なオフィスは、ジェリー・バーマンによって引き入られ、ワシントン DC に移動した。この期間には、F の注意の一部は影響力のある、国家政策や価値あるビジネスに焦点が当てられた。しかしそれは組織の他の部分と、全く主意が合うわけではないかもしれないものだった。1994年、バーマンは F を離れ、センターフォーデモクラシーアンドテクノロジーを設立した。 F のオフィスは街を横切り、その短い期間にドリュー・トーブマンが理事として指揮を取った。1995年、ローリー・フィーナ理事の参助のもとに支援基盤の再グループ化と焦点の調整の努力と、ちょっとしたダウンサイジングの後で、組織はカリフォルニア州サンフランシスコに移動した。そこで、一時ジョン・ギルモアのトードホールに曲がりし、すぐにブライアント通り1550番のハム、 S, S ビルディングに移った。フィーナが F の理事会に入って間もなく、組織はタラレミーによって指揮されるようになった。ミッションチックショットウェル通り454番の現在のオフィスに移動するちょうど前に、長きにわたるホーム理事のシャリスティールが事務局長となり、2006年2月現在至るまでその地位にいる。以下は F の活動趣旨に賛同し、 電子フロンティアを関する各国の非営利組織である。ありがとうございます。